はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら北千住駅に来ています。この北千住駅は JR の常磐線、東武スカイツリーライン、メトロの日比谷線、そして千代田線、あとはですね、つくばエクスプレス線が来ているという駅なんですが、この北千住駅、たくさんの列車が入ってくる駅なんですが、その構造がかなり複雑ということで、今回はね、この北千住駅についてご紹介をしていきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。ではまず北千住の一般的な入り口についてご紹介したいと思いますので、地上の方からこの北千住の会社それぞれの改札の方に向かっていきたいと思います。まず丸井がある西口の方から入ってくると、最初に現れるのが JR の常磐線快速用の北改札口です。まあ、ここは本当にね、 JR の他の駅と同じで緑の改札が並んでいて、黒の券売機や指定席券売機が並んでいるといった一般的な JR の改札という風になっています。そしてその次に現れるのがこちら、つくばエクスプレス線の改札です。つくばエクスプレスは秋葉原からつくばまでを結ぶ路線なんですけれども、こういった形でね、真ん中につくばエクスプレスの改札が入っています。そして一番奥にあるのが東武スカイツリーラインと日比谷線の改札です。ここに日比谷線のマークは入っていますが、この改札は基本的に東武線が管理している改札ということになっています。この東武スカイツリーラインがメインで、日比谷線方面はもちろん、半蔵門線の押上方面にもここから出ています。さらにスペーシアなどの特急も出ています。そしてこの日比谷線と東武線の改札ということもあって、メトロの券売機と東武線の券売機の2つがそれぞれ用意をされています。ちなみにこちらの東武線の切符運賃表、これ後でめちゃめちゃ重要になってくるので、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、東武線そして日比谷線の改札に入るために必要な入場券の料金は、大人が150円、子供が80円になっていました。対してこちら JR 東日本の入場券は、大人140円、子供70円になっています。ということで、当たり前と言っちゃ当たり前なんですけれども、東武線と JR 線の入場券の料金が10円異なっています。そして続いて千代田線の方の改札に入っていきたいんですが、そちらに行くためには、先ほどの丸井の方面の西口の改札から出て、左手方面に歩いた地下に千代田線の改札はあります。ただこの地下に続く道、メトロのフォントですが、ここまでご紹介してきた東武線、そして JR 線、そしてね、日比谷線のマークまでついてるんですよね。いよいよこの北千住、複雑さのベールを脱いでいきます。はい、こちらね、地下の方にやってきました。地下は千代田線の改札のはずなんですが、なぜか日比谷線やスカイツリーライン、常磐線のマークも入っています。そしてこの矢印、改札側には東武線や常磐線快速もこちらですという矢印が書かれています。この改札口のこの機械、改札機ですよね、どう見てもメトロの機械なんですけれども、どうも上の看板にもメトロ、JR、東武の3社同じね、マークがついていますし、謎だということで、左を見てみますと、なんと東武線、そしてメトロ、JR の券売機が並んでるんですよね。一番手前には東武ラインということで、東武線の運賃表と券売機、そしてここからは新藤原とか宇都宮方面まで全てのね、切符を購入することができる。そしてこの真ん中にはメトロの運賃表ということで、メトロ線の切符を買うことができる。まあ真ん中のね、他社線は置いておいても、そして一番奥には JR 線切符運賃表ということで、 JR のこれ観光線砦方面までの切符をね、購入することができる JR 用のこれ券売機がついています。ただしこの JR の券売機は上の改札とは異なって、なんかこう穴抜けのね、切符の購入といったタイプになっています。いや、ますます謎ですよね。はい、ではね、この謎についてはこの改札を入ってから少し簡単に説明したいと思います。ではこのね、3つどうぞと書かれている改札を入っていきたいと思います。はい、改札を入るとまず目につくのがこちら、日比谷線、東武線、千代田線、 JR 線の
乗り換えのマークが入っています。まあ、これだけだったら、あ、こっちに行けばね乗り換えができるんだとか乗り換え改札があるんだなっていった解釈は十分可能なんですけれども、この地図を見るとそれがちょっと違うということがわかるかと思います。今入ってきたこちら西口の駅前改札のところには改札口のマーク、あとはルミネと千住ミルディスの方にも改札口のマークがついてるんですが、東武線方面と JR の快速線方面にはなんと乗り換え改札やそれにね関連した設備がねついてないんですよね。はい、まあこれはねどういうことかと言いますと、はい、そうです、なんとこの JR 線、千代田、東京メトロ線、東武線すべて改札の中でこの北千住つながっちゃってるんです。そしてこの千住のミルディス方面の改札と西口の千代田線の地下の改札についてはなんとねメトロ線と JR 線、東武線すべての切符が入っちゃう特別な改札機にということになっています。先ほど一番上のところで最初に紹介した改札口はそれぞれのね会社の切符しか入んないんですけれども、なんとここではね全てが使えます。そしてこのミルディスの改札のところには JR 東武線、そしてメトロ線、都営直通といった全てのね運賃表が一堂に会している圧巻の風景を見ることもできます。ではでは駅のね中を見ていきましょう。まず地下から、この地下は千代田線が出るホームとなっていて、1番線千代田線の西日暮里大手町方面、2番線は千代田線の綾瀬やね北綾瀬の方に向かう列車が出るんですが、常磐線の各駅停車という書き方がしてありました。こちらのピクトグラムの方の案内には千代田線はこっちだよっていう風に書いてあって、綾瀬阿鼻子方面、まあ阿鼻子はねもちろん JR なので JR 線っていう風に書かれてるんですけれども、どうやらなんかそこら辺が結構ややこしくて、この綾瀬駅7時19の千代田線の駅マークがついてるんですが、常磐線の各駅停車の JL19 といったマークまでついていて、ちょっとねややこしい設定ということになっているみたいです。そしてこちらね千代田線は最終的に、取手駅の方まで入っていくので、そういったね表記になっています。1番線の方は代々木上原方面ということになっています。そしてこの地下に入ってくると、そう先ほど常磐線の観光線とかって書いてあったわけなんですけれども、ホーム自体は東京メトロのホームになっていて、北千住 C18 綾瀬 C19 ということで、フォントも全てメトロになっています。ここでねメトロ用の緑のホームドアもついていて、 MSE といったまああの小田急ね、あのメトロホームウェイとかメトロ箱根号がこの北千住から出るわけなんですけれども、小田急のロマンスカーもここにね入ってくるようになっています。ちなみにホーム上の方面、どこどこ方面といったマークについても JR ではなくメトロのフォントになっていて、こちら JR、常磐線直通といったマークになっていました。ちょっとねこの謎については後ほどまたね別の動画でご紹介したいんですが、簡単にだけご紹介します。というのもこの北千住と綾瀬間というのがなんと JR と東京メトロ両方が共有をしているという区間になっています。そしてこの北千住綾瀬間は運行については各駅停車の方はメトロに任せられているということもあって、この C18、C19 といったメトロフォントとメトロが管理していると、そういった形の駅と運行になっています。ですがもう北千住には常磐線の快速も入ってきているということもあって、厳密に言うと JR の持ち物でもあるということもあって、ある程度の表記については JR の表記といったことになっています。ただやっぱり運行は東京メトロということもあるので、こちらの北千住から出発する列車については東京メトロのブザーでこの北千住駅を出発するということになっています。そしてこちらの北千住の駅で乗務員さんが交代をされるということではなく、次の綾瀬駅まで JR じゃなく東京メトロの乗務員さん、運転士さんと車掌さんが運転をされて、綾瀬の駅で乗務員交代を行うと、そういった形になっています。はい、ではね続いてこちら千代田線のホームから上がってきて JR 線の方に行ってみたいと思います。こちらもうホームを上がってくるといきなり常磐快速線といったマークがついていて、この奥に行くといきなりね JR の敷地ということになりますが、ここで何やらね床の色が異なっていて、まるで改札があったかのような場所に行き着くんですよね。明らかにここ白くなっていて違うんですよね。
そしてこの奥にはお知らせといった JR 東日本の改札にはよくあるやつがあるんですが、どうやらここには昔乗り換え改札があったんじゃないのかなという形になっています。そして今ね JR 乗り換えといった案内がついていたわけなんですけれども、そうここから先に行くと上にあった JR の改札の方に行けるわけなんですが、メトロの切符では地上の改札口は出れないよといった注意書きもこちらには書いてありました。そして先ほどの場所から少し進んでいくと、もうそこは JR のフォントの世界ということで、こちら JR の常磐線の改札快速列車が出るホームということになっています。ここからは品川方面の上野東京ラインと、あとはね水戸方面の常磐線に乗ることができます。そしてねこのホームに上がってくると、先ほど来たところは常磐線各駅停車または千代田線ということで、そう千代田線の綾瀬北綾瀬方面という書き方はせず、常磐線の各駅停車綾瀬方面といった書き方になっていて、そこにねちょっとした JR の意地かなというのをちょっと感じることができました。ちなみにこの奥には東武線東武スカイツリーラインの線路も見えています。あくまでこの地上ホームは常磐線の快速のホームということになっているので、左手側東京方面は南千住っていった書き方になってるんですが、右手側の方は綾瀬や亀有は入っておらず、次が松戸という書き方になっています。この北千住は綾瀬駅とは異なり、各駅停車の方は JR のこの案内のねこう JJ みたいなマークはついていません。という感じでこちら品川方面行きの駅メロ発車メロディーを聞くこともできますし、といった感じで僕のね大好きな日だまりの発車メロディーも聞くことができるということで、そうメトロのところ改札からね入ってきたわけなんですけれども、こういった形で JR 線の発車メロディーを楽しむこともできちゃうんです。ちなみに JR のホーム上ではどういう風に案内されているかというと、つくばエクスプレスと東武日比谷線の方は上って上の改札を出てからの乗り換えが推奨されていて、千代田線方面についてはこの地下から行きましょうといった案内になっています。では一旦これね地下に戻って今度は東武線の方に行きたいんですが、そう地下のところに降りていくとちょっとね何やら面白い改札が一つありました。先ほどもご紹介した一つの改札なんですが、ルミネに直接行ける改札があるんですけれども、なんとこのルミネの方の改札はなんとねこの改札機 JR タイプのものが設置されていました。メトロの出口からすぐそばなんですけれども、このねチャージ機も JR 東日本のスイカ用のものということで、これもねなかなかカオスな駅のね改札の設定になっています。そして先ほどのルミネの改札の方から一番奥突き当たりまで行ったところを右に曲がると、東武線日比谷線方面への地下道との接続部分になります。ここを奥に進んでいくと日比谷線と東武線の方に行くことができます。もちろん中間改札なしで JR 線と同様にそちらにアクセスすることができます。ただしこちらね JR と異なっているのが、昔こちらね中間改札があった名残等もなく、昔からどうやらこちらには中間改札なくアクセスすることができたというふうな感じみたいです。そして階段を上がるといよいよ東武線の敷地になるんですが、なんとねすごいものを見つけちゃいました。こちら貸付財産表なんていうこちら名表、まあ、札みたいなものがついているんですが、この連絡地下道なんと使っているのが左側東京地下鉄、右側が東武鉄道になっているんですが、これ持ち物がですね東日本旅客鉄道株式会社ということで JR 東日本の地下道だったんです。JR 東日本行きたければ先ほど一番奥まで行って上に上がらないと JR に行けないのに、なんとこの地下道は JR 東日本の持ち物というね、ますますこの北千住駅謎が深まるカオスな駅ということになっているわけです。まあ、ただ一応ね階段を登ってくるといよいよ東武フォントの東武のね敷地という形になってくるわけで、奥に行きますと特急の表示やこちら久喜東武動物公園といった東武スカイツリーライン向けの案内が登場してきます。そして地下からエスカレーターを上がってくるといよいよ東武線のホームということになります。
はい、ということでね、今3つ目の会社の発車メロディー、東武線の発車メロディーを皆さんにお届けしたわけなんですけれども、こちらやってきましたのが東武の北千住駅です。はい、ということでね、今メトロ線、JR 線と発車メロディーそれぞれ聞いてきたわけなんですけれども、3つ目の発車メロディーも中間改札なしの場所で聞くことができました。この東武線のちなみにね、駅なんですけれども2段構造になっていて、今いるところともう一個上にもホームがあって、そちらにね日比谷線直通の列車が入ってくるということになっています。さらにこちらね、後ほどご紹介しますが、東武線のホーム結構長くてですね、実は在来線、今止まっていたこの急行線の列車が止まっているホームと、もう一つ奥には特急専用ホームといったものも備わっています。ちなみにね、 JR 線、先ほど JR から東武見たんですけれども、左側線路を挟んだところに JR 線のホームがあります。今お話しした特急専用ホームは浅草方面にはなくてですね、鬼怒川温泉や東武日光方面だけ備え付けられています。そこではね、一応特急券を購入することのできる自動販売機も付けられています。こちらは今ホームが切れているように、この先奥が特急専用ホームなんですけれども、特急券を持ってない人はね、完全シャットアウトされた別空間になっています。こんな感じで特急専用ホーム、乗車券、特急券を拝見させていただきますといった特別な異空間の扱いになっています。そして今奥には急行中央林間行きが入ってきたんですが、そう、この駅は東京メトロ日比谷線、千代田線の車両は入ってくるのはもちろんのこと、直通運転という形で東急田園都市線の東急線の車両、そして東京メトロ半蔵門線、押上までは東武なんですけれどもの車両が入ってくるということで、なんとね、地下鉄車両が半蔵門線、日比谷線、そして千代田線ということで3路線集合する駅ということになっています。これ今入ってきたのは半蔵門線の08系ということなんですけれども、なかなかね、さらにね、この駅をねややこしくする要素の一つというふうになっています。ちなみに東武からの表示がどうなっているかという話をしますと、東武からもこちら JR 線と同様に JR 常磐線に乗る場合、こちらは快速というふうには書かれていないんですけれども、は上に上がって南や中央改札から常磐線の方に行ってくれというふうに書かれています。逆に千代田線の方は、先ほどねあったように地下の地下道から千代田線の方に行ってくださいといった書き方がされていました。では最後に改札内で行ける最後のホーム、日比谷線のホームに向かいたいと思います。日比谷線へは東武線のホームから一つ上の階から出ているので上に上がっていきます。はい、一番上に上がってきますと、こちら3階が日比谷線のホームということになっています。こちら発車表を見ていただくと、こちら東武が設置したであろう旧タイプのものと、現在使われているメトロが設置したであろう新タイプのもの、2つが置かれていました。そしてこれ日比谷線を意識した駅名表にはなっていますが、どう見てもね、反対側のホームと比べて見比べてみると分かると思うんですが、東武がね設置したであろう東武デザインの日比谷線用の駅名表が置かれていました。そしてこちらですね、先ほどの千代田線とは異なり、ここから日比谷線に入っていきますので、ここでねメトロと東武の乗務員交代が行われます。はい、ということで今回は日本一複雑な駅、北千住駅を特集しました。北千住、それぞれ東武、JR、メトロが中間改札なしで行き来できる。ただしそれぞれね、東武と JR で入場券の料金が10円異なると、まあ、それぞれね行き来できるんだったら同じ値にすればいいのにというところがあるんですけれども、謎も多い北千住駅を取り上げました。北千住は比較的ね都心部に近い駅ということになっていますので、皆さんももしねチャンスがありましたら、この北千住駅に来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画はこちらで終了します。この動画が面白いという方、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。